泉ピンコ女優生命、ついに赤信号石井福子から、見下り犯報道で芸能界の信用型落ち。泉ピン子、75、に女優生命危機である。9日放送の橋田壽賀子さん、去年95、の追悼ドラマ、一りぼっち人と人をつなぐ愛の物語、t b s 系に出演しないことが明らかになっただけでなく。 同ドラマのプロデューサーの石井福子氏96が見下り班を突きつけたというのであるこの作品は嵐の相葉雅紀40が主演し江成和樹38や角の卓造74ら綿鬼ファミリーが脇を固めるが橋田さんのことをママとしたい自称娘と言っていた線の名前はなかった 発売中の「週刊女性」によると、石井福子氏は同氏の直撃取材に、他の綿鬼ファミリーからは自主的に何かお役に立ちたいと石井氏に声かけがあり、キャスティングしただけで、泉からは一言もなかったという。嘘つき村の村長さん、さらに橋田さんの遺骨問題について言及。泉が「週刊文春」のインタビューで語った橋田さんの遺骨を食べたという話や。 火葬場で遺骨の一部を譲り受け豪華客船から海洋散骨したエピソードについて誰もお骨を渡してないんですからしかも食べたなんてあれにはびっくりしましたピン子さんは嘘つき村の村長さんなんですとコメントすでに遺骨問題については橋田さんが理事長を務めていた橋田文化財団が事実無根と声明を出していたが 泉より付き合いの長い石井氏に嘘つきとまで言われたらさすがの泉でも反論は難しいだろう芸能リポーターの河内典子氏がこう言う石井福子さんがコメントしたことでピン子さんを擁護する人はいなくなるしピン子さんは女優として岐路に立たされるのでは橋田作品は今後も制作されるでしょうし その際は石井さんが陣頭指揮を取ることになるだけに石井さんと関係修復しない限りピン子さんが前に進むことは難しくなるでしょう「ドクター x テレビ朝日系」で爪痕を残し「綿鬼、以外でも演技の評価は上々通販番組でも人気の泉石井プロデューサーに詫びを入れるのかそれとも孤高の女優を貫くのか 以下は、ネチズンンののコメントをまとめたものです。橋田作品は今後も制作されるでしょうしその際は石井さんが陣頭指揮を執ることになるっていつまでこの組み合わせに期待してるんだろうもう時代も違うのではまあピン子さんも見たくはないですが今後も石井プロデューサーが陣頭指揮ってお元気でもこの方だって90歳過ぎてるんよ ピンコも70代後半だし、もうすぐ1時台が終わるってことでもうお開きでいいでしょ自分も還暦すぎていてルテレビが高齢者向け媒体と言われて久しいがあくまで個人の感想として橋田ドラマの需要は全然感じないファミリーだかなんだか知らないけどいつまで同じようなキャスティングしているのって思う 付き合い長く信頼あって自分の要望にきちんと応えてくれるから安心して起用するのはわかるでも綿鬼に出演した人たちだけが俳優でなないでしょうこの人たちを超える俳優はまだまだいるでしょう正直泉ピン子が最高峰の女優だとも思わないし石井福子の書いたものが世界に出せる最高傑作とも思わない 同じ人に似たようなものを描かせ見たことあるようなキャスト使って撮影して立って一部の熱狂的な視聴者しか見ないのでは新規の客はなかなか見に来てくれないのでは橋田作品はマンネリ化したもののの最たるものでしかないと思うどこまで本当かわからないし女優生命のピンチとか言ってるけど泉さんは何年か前に猛衆活を始めてるし。 自分はもともとは芸人だから、最後は舞台で笑って引退したいって話していたから、本人は女優には未練とかないんじゃないかな。リアルタイムでウィークエンダーから拝見していました失礼ながらご高齢でもおられるしプライドもお持ちでしょう、苦労され女優としても十分成功された人、謝れたければ謝ればよいし、そうでなければそれでよいのでは キャストも年取ったし、綿尾にはなないんじゃなかろうか。ろうどこまで本当かは全然わからないけれど泉さんは長年活躍してきたしそろそろ自分も塩じって思ってると思う。てか96歳のプロデューサーさんもすごいけどこの方もあと何十年もやられるわけないんだから。 外野が静かにしている人たちをあおる必要は全くないと思うし、世の中そこまでワタオニファミリーに注目してないと思います。石井福子さん、96歳でも第一線でやれるのかと思ったが、エリザベス女王も同じ年齢だったなと思い、なんとなく活動してる姿がイメージできた。報道が事実にせよそうでないにせよ、ストレス、要因を減らして長生きしてほしいと思う。 なんだかんだ言ってもピン子さんは橋田さんに一番可愛がられた人。海外もいつも一緒にいろんなところに行かれていた。信頼されていたと思う。石井さんはただあまり好きではなかったのでしょうが、少し言い過ぎのような気がします。年齢がいくと頑固になります。自分もそうなっている気がします。 ただ人のことは言えるけれど自分も気をつけようとしみじみ思いましたそういえば最近ピンコの顔をあまり見ない以前はドラマと同じようにバラエティにも頻繁に出ていたし相変わらずの毒舌と傍若無人な振る舞いで受けているのか苦笑いなのか共演者の反応は今一つだが業界にありがちないびりと彼女が良かれと思ってしてきたおせっかいが火種となって 芸能界では煙たがれる存在になっていったと思うさすがに橋田菅賀子との蜜月を権力の道具にしてしまったのは彼女の墓穴を掘ることになったと言わざるを得ない橋田と泉で2人旅をする番組が応援され親しい間柄であることは世間でも知られてきたが橋田自身は特に泉への思い入れはないようでただの旅行友達と明言している つまりは旅行には行く中だけれどもそれ以上のことは何もないときっぱり言っているそういう橋田を自称娘とまで語っているせ田だが橋田が亡くなった途端力を失ったもっと起点の利く立ち回りをすればよかったのにこのくらいの年齢の方が一度こじれると厄介な気がしますそしてこの年齢まで頑張ってこられ 確執など作ったまま人生を終えたくないと思っていることも事実ではないでしょうか。後悔が残ります。今更お互い仲直りは無理。頑固だしこじれてしまったのだから。渡る世間は鬼ばかりは90年代くらい。までは時代にやっていたのかもしれないけど今は一部のファンにしか見たいとは思われないでしょう。 本来なら虎さんみたく国民的な作品になるところをみんなが引っ張りすぎた泉ピン子は好きでも嫌いでもないけど可愛がってもらった恩人に砂をかけるようなことをしたんだから後のことは自業自得でしょうがないんじゃない散々火星稼いだんだから引退しても困ることはないでしょう芸能界は需要と供給だから需要がないなら仕方ないよね 良くくも悪くも悪昭和の女優さんだったバラエティーに出ても頑固傲慢さが受けていたというより MC や共演者室が彼女の扱いに困るだけに見えて仕方なかった。